また大変なところにやっちゃったよ、ボールありますね、目玉、目玉、しかもその前にもう顎がもう際立ってありますよ、振り抜けない、ね、振り抜けないですね、うん、でこれも理屈を分かってると全然怖くないの、はい、うん、フェースはこれ閉じんの、うん、フェースを閉じる、クローズにする、はい、だからなんでかというとこうやっとくと砂の中に入ってきやすいでしょ、バウンス使わないから、はい、こう開いちゃうとバウンスで跳ね返っちゃうから、うん、そうするとボールの頭叩いてまた深く入っちゃう、はい、うん、じゃなくてボールの右側にヘッド入れなきゃいけないからこのぐらい歯を立てる、これも完全にもうそうあれですね、うん、でその分こうやって入れるってフェースがこれだけ立つから、うん、目標を少し右足よりあの、はい、旗よりも右に取る、うん、これで本当に出るんですか、こうやって出すんだよ、いや出るというかほらここにほら顎もあるでしょ、だから振り抜けないからここでインパクト終わる感じで、顎もあるでしょ、だからこれ、うん、顎に当たっちゃうでしょ、これ何が当たるの、ボールその後出た時に出ないですか、当たんないんだ、当たんないんですか、だってそこから、ま、真上に上がっていかないとほとんどやってみる、はい、なんで出るの、これは理屈を教えてください、理屈は、はい、ヘッドを入れる、このボールの下にヘッドが入るじゃん、はい、そうすると砂が急激にヘッドを入れると砂がグッと持ち上がるじゃん、その力で出すの、あボールを打つんじゃなくて、そう砂をもう本当にエクスプロージョンの極みですね、そうそうそう、砂をもう爆発させて飛ばしてると、その砂と一緒に砂がボールを上げてくれるということ。はあ。砂にエネルギーを与えるのよ。はい。ドーンって入れて。ああ。ボール打てっていうけど、本当に究極の砂打てなんですね、ここは。こうやった。はい、うん。フェースをクローズにして。はい。ボールの後ろ、真ん中でいいボールの位置だね。はい。この後ろにしっかり鋭角的に。これだけえぐんのよ、はあ、これだけもう砂が爆発してるってことなんですね、そうそうそう、結構簡単に出ますね、簡単にクローズンしちゃって思いっきりなんか打ち込む、うん、振り抜かなくても、はいはい、うん、これはやっぱり目玉専用の打ち方なんですね、例えばこういうところでも、うん、はい、ちょっと深く入っちゃった、うん、こういう目玉ね、はい、これもフェース開いたらダメ、お、うん、これもボールのこの中にヘッドをグサッと入れてこなきゃいけない、はい、うん、ね、こういうところをこう踏んづけて、はい、これ深くして、でこの後ろへ、はい、思いっきり歯を立てておいて、この後ろに、はい、目標をちょっと右に取っといて、はあ、一緒に出す、はあ、一緒に出す、角度で言ったらすごい角度ですよね、うん、ちょっともう一回置いてもらっていいですか、その、あの角度をどのくらいにこう入っていくのか、通常の例えば通常のバンカー、はい、そうですね、通常のフェースの角度このぐらいですね、うん、はい、でオープンとこう、はい、ところがこうもうフェース面が見えないような 見えないようなぐらい、うん、でそれでそこのそのここにそこに入れちゃうと、そう、はあ、はあ、無理に振り抜かなくてもいい、高さも出るんですね、出る出る、砂が全部やってくれるんだよ、自分でやらなくても、はあはあ、エネルギーを送り込むだけ、はい、はあ、その理論が分かってれば、うん、こんな目玉も怖くないと、そう、うん、砂が仕事してくれるの、はい、でクラブヘッドを入れることによって砂が浮き上がる、はい、その浮き上がりと一緒にボールも砂と一緒に出てくれる、はい、砂がボールを上げてくれる、その理屈だ、はい、参考になりました、分かった、ありがとうございます、ここが分かってないとお前できないぞ、今だできるような気がしてきました、はい。